私を呼ぶのは。待て、自分はまだ覚醒処理を開始。システムイエロー、5秒後に再起動。システムエラー、覚醒処理に問題。対象に深刻な影響。停止処理キャンセル。システムの停止はできません。カウントダウンを開始。54 3 2 1。あなたに良き目覚めを。ここはどこだ。真上には見慣れぬ布の天井。ほのかに明るい、いや薄暗いのか。この音火なのか。世界が歪んで、なぜ目が覚めた？なんだ。ご気分はどうかな。外傷はなかったけど、どこか具合が悪いところがあったりする？まだ意識が混濁しているのかな。お前は？ここは、どう言えばいいんだろう。ちょっと説明するのが難しいかな。それより、あなた自身のこと、どうなってるか覚えてる？自分。まだ無理しないで。知りたいことも、後でちゃんと教えてあげる。ああ、そっか、これは夢か。今はただ安心しておやすみなさい。おやすみなさい。もう、また部屋を散らかしたまま。やっほー、おじちゃん、来てあげたよ。ふひ、喜んだよね。今日はおじちゃんのために大好きなカッコ作ってあげるんだから。じゃあ、おじちゃんがおじいちゃんになってもお嫁さんいなかったら、私が結婚してあげようか。私は心配だわ。せめてここじゃなくて向こうに、いつ帰ってきてもいいのよ。なんだかあなたが急に遠くなったみたい。昔は何かにつけて私があの人の後をついて回っていたのに。薬は飲んだか？目覚めた時にはお前の前に新しい世界が待っているだろう。そうだ、お前こそが最初にして最後の。もう作ってあげないからでしょ。いいよ。
絶対来てね。指切り厳慢だからね。針千本なもんだからね。約束だよ。ダメだ、思い出せ。自分は今まで何をしていたんだ。いて、なんで。寒い。なぜこんなって。いや、ちょっと待て。何だこの格好は。この寒い中、薄い上着だけ。しかもパンツ履いてない。すどころじゃないぞ。自分をごまかすにも無理がありすぎる。この寒い中、脱げばすっぽんぽんの浴衣姿だ。今はまだいいが、夜になったら冗談抜きで風邪をひくどころか、下手したら凍え死ぬかもな。これが夢幻でないというなら、自分が解放されていたらしいあの天幕は実在するはずだ。ともかくそこまで戻った方がいい。どうする。とにかく道っぽく見えるところを突き進むか、それともここで助けを待つべきか。遭難した時は動き回らず救助を待った方がいい。だが問題は、自分を助けに来てくれる連中が果たしているかどうか。自分がなんでここにいるかわからない状況で捜索を期待するのは虫のいい話だ。となると多少の危険は覚悟の上でここから移動した方がいい。暗くなる前にとっとと移動しよう。なんだ今の感じは。なんだ。なんだ、鳥か。はあ、驚かすなよ、まったく。妙に騒がしいな。なんだってまたあんなに。またか、何か得体の知れないものに睨まれたような。
たらだ。するはずがない。だからこれは夢、あれは幻。振り返って見てごらん。ほら、きっとそこにはみんなの満面の笑顔が。よじ登れば上までなんとかって今上戻ったら間違いなく奴に食われるな。となるとグズグズしてたら見つかってしまう。ためらってる場合じゃない。くぅ、なんだってこんな目に。追いかけてくる気配はないか。ここまで来ればもう。
で前から、まさか先回りされてた。逃げられない。自分は死ぬのか。このわけのわからない状況なんだな。こんなわけのわからない生き物に食われて、こんな、やられる。今のうちに急いでここから離れないと。してるような感じで、はっきりとは聞こえない。目と耳を塞いで。手榴弾。
助かった。人間死ぬ気になれば何だってできるって本当なのかも。と、命を救ってもらったんだ。せめて一言お礼を言わないとな。助けてくれてありがとうございます。改めて見ても本当に美人さんだな。私の顔がどうかした？いや、別に。それにしても少し目を離した隙にいなくなったと思ったらあんなことになっているなんて。間に合ったからよかったものの、あまり困らせないでほしいかな。申し訳ない。目を離した隙にいなくなった？それって一体どういう意味だ？そういえばこの子以前どこかで見たよ。もしかして自分のことを知っているのですか？え？もし自分がどこの誰なのか知っているのなら教えてくれ。え？ああ。自分は誰なんだ？ここは一体どこだ？さっき襲ってきたのは。それに、それと、それから、尋ねたいことが多すぎて頭が混乱する。自分はとりあえず戻ろっか。何？いつまでもそんな格好だと風邪をひいてしまうかな。格好？そういえばこんな薄布の一枚で森の中をうろうろと。行こう。おい。